こんにちは、荻江健人です。今回はキーボードマガジンコンテスト2009プレイヤーズ部門の課題曲 Face the Mind、 この曲をですね、紙面ではなかなかね、音符が羅列してあってもどのように弾いてるかとかなかなか分かりにくいと思うんですね。そういうのを両手をどのように使ってるかとか、ペダリングをどのようにしてるかとか、そういうのを映像で見てもらうことによって、みんなにぜひ弾いていただいて、そして応募をどんどんしていただこうという企画でございます。で、これを数回にわたって箇所箇所でちょっとレッスンをしていこうと思います。よろしくお願いします。では記念すべき第1回目はまずイントロですね。イントロいっぱい、ちょっと短いですが、これをまず集中してやってみたいと思います。正規のテンポでやってもこう早いんで、なんのこっちゃという感じがすると思うので、これをゆっくり弾いてみたいと思います。感じなのですが、このイントロの部分のポイントとしては、まずリズムですね。このリズムがその16分音符の裏とかが結構入っているので、なかなかその正確なリズムでやるのが難しいと思うんです。この全てがこの16の裏で来ている感じですね。これを最後には理想としてはそのここに当てるぞみたいな、そういうことではなくて、こう一つの流れの中で綺麗にこう一つのグルーヴとして聴かせるということが理想なのですが、最初はどうしてもここに当てるぞみたいな、そういう感じになってしまうと思うんですが、最初はそれでもいいと思います。なので最初はですね、ゆっくりいただいて、それからまずゆっくりメトロノームを設定してやってみるといいと思うんです。はい、こんな感じですね。こんな感じでゆっくりメトロノームを回して、その上でリズムをよく感じながら弾く、これをもう本当に染みつくほどやってみてもいいと思います。慣れてきたらメトロノームのテンポをこの108の元のテンポに戻してやってみるといいと思います。そうすることで本当に自分の中のリズムが養われると思うんですね。そしてそれができたら、今度メトロノームを外して弾いてみるということですね。感じでメトロノームを取っても自分のビートを出してちゃんと弾けるということが理想だと思います。では次のポイントなんですが、この2段目ですね、譜面2段目の部分なんですが、その右手と左手のつながっているフレーズですね、あとその前のクレッシェントの部分、こういうのをクレッシェントをつけてちゃんとやるとすごく情感が生まれてくると思います。これをどうしてもそのクレッシェンドするとタイミングが早く突っ込み気味になりやすいと思うんですね。で、どうしても人間の生理的なところからするとそうなりやすいと思うんですよ。それをこうリズムを正確にやりつつクレッシェンドもするというところですね。
その次の今言ったこの部分ですね。どうしてもこの左手はこれだけ、右手はこれだけ、でもつなげて弾くとこういうフレーズになります。これを一つのフレーズとして美しく聴かせれるようにするということですね。これはペダルも重要になってくると思います。これがペダルなしの状態ですが、これをペダルも使って美しく響かせるということですね。これをうまくできたら、素晴らしいイントロになると思います。頑張ってみてください。1回目はこの辺に、してみたいと思います。